はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あのね、目が痛いです。なんかもうここ2日3日ぐらいね、目痛いんですよね。あのそのせいで昨日もね、動画も投稿できませんでしたし、でその前の動画なんかね、誤ってね、消してしまいましたからね、目が見えへんくて操作を誤ってね、もうそんなことがね、こう続いているんでございます。これもね、どうなんかわかんないですけどもね、きっとね、寒いからかな、乾燥してるだけなんかなと思うんですけどもね、まあ今日気を取り直して行ってみて、行って今日も、頑張っていきますんでね、今日はね、ちょっとあの、まあ目の話じゃないんですけども、あの皆さんもその、まあ普段からね、きちんとされてると思うんですけども、手洗いなんですけどもね、手洗いね、あのね、これ感染予防のためにさらに念入りにね、この3月4月からで、ね、されていることだと思います。でそしてまあそのどっかの店舗に入る前や出た後にはね、こうシュッシュッてするやつが、足でガッガッて踏んだらこうキャッて出るやつがあるじゃないですかね。それとかのこの前どっかスポーツ用品店に行ったら、パッてこう手がね、あ、スポーツ用品であの服買いに行ったんですけどね、か、あ、奥さんと一緒にね、こう手をさってこう入れたら、自動的にこうポトッとね、消毒液が落ちるやつがあるんですけども、そんなんでこうバーってね、こう消毒をしますよね。でも最近ね、あのこういうその季節が、まあ、冬になってきたこともありますし、その乾いた風がこうふわってね吹き始めたことから、この空気がすごい乾燥してて、あのね、お肌が乾燥してきて、さらにはこの手を念入りに洗い、手洗いを念入りに洗いしすぎて、まあ、皆さんのその中でね、手荒れがすごい流行ってきています。すごい流行ってるんですよ、手荒れがね、非常に多いんですよ、この手荒れがね。もうただでさえね、この季節になったらですよ、乾燥による手荒れ、肌荒れがねひどくなるのに、手の洗いすぎという、とてもいいことで荒れてしまっています。皆さんが乾燥すると、もうこの感触的にはですね、このカサカサカサってね、僕なんかすでにこう、まあ、昔からなんですけど、乾燥肌なんで、乾燥の手をしているんで、聞こえると思うんですけどね、乾燥してるでしょ。だからまあそういう風にカサカサしていくと、まあ傷つく、気がつくと、まあ、それがひどくなると、すごいね、ひび割れることだってあるんです。もうこれがね、めっちゃ痛いんですわ。まあ、僕はね、美容師なんでね、まあ、美容師といえば、まあ、手荒れでしょう。だからね、手荒れで悩んでる仲間はね、たくさんいました。そして全国的にもすごい多いです。で、とある美容師さんなんかね、その手荒れがひどすぎて、皮膚科に行くとね、まあ、そこの先生からね、ああ、美容師、じゃあもうこれだ、職は。っていう風な感じでね、こう、手を見てもらう前にね、こう、あの、もう診察室から出て行けって返されたらしいんですよ。門前払いまでは行きませんでしたけども、まあ気持ち的には同じようなもんですよね。こう、突き返された感がすごい半端ないんですけど、まあその方はね、まあ理由すら、あの、言ってもらえなかったようです。まあ話を戻しますけども、まあ手洗い、消毒でね、増える手荒れっていうのには、もうこまめに保湿をすることが今からの時期はね、すごい重要なんですよ。でもこの、まあ、早い人なら、まあ、3月4月の頃からですね、もうすでに手荒れをしている方が、ね、多くいらっしゃいました。もうね、そのアルコール消毒がね、さらに悪化させてしまうんですよ。これね、こう皮膚にはね、その潤いを保つためのね、バリアーになるね、その皮脂膜っていうのがね、あるんですよ。手とかね、このお肌にはね、全身にあるんですよ、皮脂膜っていうところが。で、それで手指消毒液によく使われているそのアルコール消毒液っていうのは、あの脱脂作用ね、あの油を取る、皮膚の表面の油とかをね、取ってしまう、あの成分の作用がね、あるんですよ。なのでこう繰り返しアルコール消毒っていうやつをこうバーってこう使うことでね、この脱脂膜をね、壊してしまうんですよ。でその結果、皮膚から水分が逃げてしまって、蒸発もして逃げてしまってね、柔軟性がこうなくなって、カサカサやひび割れがしてしまいます。で特にそのアトピー性皮膚炎の人とかね、まあ、乾燥肌の人っていうのは、手荒れとかをね、すごい発
症しやすいんですよ。もうね、そんな人らはね、もうその何も手を洗う前からアルコール消毒をする前からすごいね、あの脱脂されてる状態なんで、もうさらにそれをすることによってもう追い脱脂ですよね。だからね、まあその、まあ、すでになんですけども、その荒れた人っていうのはそのバリア機能が低下しているためにですね、そのまあ外からの刺激っていうのをこうすごい受けやすい上にですね、細菌がつきやすくてね、あのまあバイ菌とかがつきやすくてですね、こう消毒しても菌が残りやすいんですよ。そしてね、その飛び火とかってあるじゃないですか、お花の病気ね。で、それの原因となるね、ブドウ球菌とか、そしてその傷を悪化させてしまう、その溶血性連鎖球菌とかっていうのがね、あるんですけども、それがね、付着してですね、こう、ジュク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 ってした状態の、まで、その悪化してしまうこともあるんです。この手とか指のね、消毒とか、その手洗いっていうのはね、まあ、感染予防に有効ですけども、そのね、同時に、手には刺激となるためにですね、ほんまにね、そのこまめなケアが、ね、必要なんですよね。ほんでね、まあ、それら手荒れっていうのを予防するためにはどうすればいいのかというところなんですけども、まずはね、その保湿剤をしっかり塗ってですね、あの失われた、ね、皮脂とかね、あの水分っていうのを補うことが大切です。ただ、保湿剤にはたくさん種類があります。そして、それぞれの効果、効能が異なります。例えば、ワセリンやったら、その皮膚に膜を張ってくれることで、水分の蒸発っていうのを防ぎます。でヘパリンは水分を保つ作用があります。で尿素っていうのには、皮膚とかいったタンパク質を、ね、柔らかくしてくれる、ね、効果があります。まあ、ちなみにね、尿素っていうのはね、僕のお店ではトリートメントでね、髪の毛に使うメニューがあります。まあ、話を戻しますけども、まあ、これらを使う時っていうのは病院ではね、先生と相談して症状などに合ったものをね、あの処方してもらってください。そして薬局では薬剤師さんにちゃんと相談してください。ほんでね、まあ、それら保湿剤っていうのは、まあ、軟膏とかローションっていうのに、ね、分かれてるんですけども、軟膏タイプっていうのは保湿力が高いんですけども結構ベタベタするので、日常生活でね、支障を感じてね、あの結構嫌われてます。で一方ローションの方っていうのはですね、サラサラってして、ね、使いやすいんですけども、あの浸透力が高いので、ね、たまに刺激がすごい出てね、あの痛ってなる時もたまにあるんです。でその他ね、あのそういう風にね、ローションでサラサラなんで、結構ねこまめにね、ローションはね、塗らなあかん、塗り直しっていうのが必要なんですよ。そしてその皮膚とか傷口っていうのがですね、もう細菌に感染するなどしてね、症状がひどい場合にっていうのはですね、まあ、その抗生剤の、ね、この飲み薬にね、そんなのを飲んで組み合わせる場合がね、あります。そしてね、手とか指とかがね、ひび割れて痛い時とか、あの細菌に感染してる時とかっていうのはですね、もう傷口自身にそのガーゼを当てて、こうテープなどでね、固定するのがね、その有効です。あの手軽にね、こう絆創膏をね、直接ペタって貼る人も多いですけども、あのね、あれはね、蒸れてね、症状が悪化することがあるので、あれはちょっとね、実は避けた方がいいんですよ。でもね、まあ僕もね、仕事で手荒れが激しかったあの頃っていうのはですね、まあ絆創膏をね、こう箱買いねして、まあ、常にね、バーッと貼り替えてましたね。仕事中やからね、まあ水使うわけですよ。濡れたらジュクジュクになって、そのまましてたらあかんから、また綺麗に拭いて貼り替えてっていうのをすごく繰り返してたんです。ほんで仕事が終わったら手洗いやその手指消毒をするたびにですね、あの保湿剤をしっかり塗ってました。クリームね、その時まだクリームやったんですけど、すごい塗ってました。でまあ帰ってきてね、まあ夜になって寝る前にもですね、もう寝てる間にこう乾燥しないようにですね、しっかり保湿剤を塗って寝ました。でまあそんなに塗らんでもええんちゃうと思われそうなんですけども、まあ実際に塗る分量っていうのはね、そこまで多くなかったんですよ。だから決してね、塗りすぎてるわけではありませんでした。あのね、軟膏やクリームのね、あの適量というのはですね、チューブタイプのクリームとかの場合であったら、その人差し指の、ね、指先から第一関節まで伸ばした量が、まああのね、片手のね、全体分の目安になります。で軟膏なら、まあ、硬いし粘度がありますからね、ベタベタするので、その半分ぐらいですね、まあ、その人差し指の今度はね、爪の先から爪の根元までぐらいがいい、まあいかないぐらいでもまあ十分ですね。しっかり伸びるんでね、まあ硬いんですけども、しっかりそれを硬く塗ってもらったらいいと思います。あ、硬いっていうのはクリームよりも硬いっていうことですよ。軟膏も一応ね、そのまあ。クリームっちゃクリームっぽい感じなんで、伸びはすごいいいですけども、ただまあベタベタしすぎるんで、それぐらいの分量で始めてもらったらいいです。そしてね、まあその症状がね、ひどく出ている場合っていうのはですね、まあ、薬がこうガーッとすり込まずにですね、こう、皮膚にこう、乗せるようにね、厚めに結構塗ります。そのようにね、僕は皮膚科で教えられましたね。まあまあ僕らのようなね、その水を常に扱う仕事での手荒れっていうのはこれぐらいしたら飽きませんけども、まあ普通の人でね、手洗いとか消毒のしすぎによるその手荒れの場合っていうのは、まあここまであることないので、ここまでせんでもいいので、
もしね、手荒れでお悩みの方っていうのはですね、ワセリン、ヘパリン、尿素っていうのをね、使い分けてもらって、しっかりね、お手手をね、ケアしてあげてください。でもね、そのほんまに悩んでる方っていうのは、皮膚科で見てもらってくださいね。そんな感じで、今日は以上です。今日もね、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。